鹿児島県道24号鹿児島東一汽線は、鹿児島県鹿児島市から日置市に至る県道である。路線の大部分は、鹿児島本線と並走する。テルクニ町交差点から、竹部神社前までの区間は、市街地区間で住宅が多く、鹿児島市電と並走する区間もある。車線は片側に車線以上である。竹部神社から、鹿児島西インターチェンジまでの区間は、 福音が狭く川の氾濫がたびたび起こることがある8.6号では、多上地区は浸水している。また、この区間のバイパスとして、国道3号鹿児島バイパスがあり、鹿児島西インターチェンジまでは、並走区間となる。鹿児島西インターチェンジから、三沖北交差点までの区間では、全区間拡張工事が終わり、片側1車線で走行できるが、西部府町付近では、 拡張が一部未着手であるところもある。この付近から、田園風景が見られるようになり、郊外ということがわかる。人下大北交差点から岩倉交差点までの区間は、比較的整備がなされており、この区間は、JR 鹿児島本線と並走する。また、この区間から、交通量が、県道35号から、春山町方面より合流し一段と増える。 伊賀倉交差点から宮間入口交差点までの区間は、福音が狭い区間が区間内の半分以上を占める。旧大田交差点より、宮間方面に向かう際に、鹿児島交通枕崎線のコンクリート製の撤去が残っているが、今後の整備の状況によって撤去されることが考えられる。テルクニ町交差点から、鹿児島中央駅方面を望む鹿児島中央駅、前から、 北方向竹部神社から、鹿児島市街方面を望む。ありがとうございます。